今日はエムズトーク3本目で、ヘブンスの小松さんとお話しさせていただきますが、もう古くからの古くからのユーザーで本当ですね、ご愛用者なんですけれども、はい、もうバックにもねすでにスピーカーが映ってますけれども、もう十数年だからね、年数がはっきりしないくらいですよね。そうなんですよね。まあ今日はね、はい、うちの、まあ、ヘブンス本店というかお店に来ていただいて、はい、まあ、こういうね白い空間に、ピアホワイトって言うんですよね。ピアノホワイト。ピアノホワイト、すみません、うん、ピアノホワイトのねやつをこうちょっと、まあ、うちは3店舗あのみんなエムズのスピーカーなんですけどね、はい、3つともあのそれぞれ凝った塗りでちょっとやらせていただいてちょっとずつ、ね、変えておしゃれなんです。そうそうそう、はい、いろいろ利用させていただいてるんですけど、まあ、確かに長いですね。ですよね。本当にあの以前のね、はい、拠点からあの一番最初に立ち上げた国立市だったんですけども、うん、国立のオフィスに来ていただいて、もうそれがあれだから20年ぐらい前だから、それぐらいなんのかな。スピーカー使っていただいても、そうですね、スピーカーが2004年からだから、あ、そうかそうか、15、16年ですかね、うん、あ、もうそうなるんですね、ええ、うん、そうそう、お店で使うのはその時からなんですよね。その後ですね。そうそうそう、僕個人的にはね、あのこう小さいやつはね、そう、あのシュエットアンプ内蔵型の、うん、それも白のね、そうです、そうです、あのスピーカーをまず個人で、ね、そうです、そうです、ご購入いただいて、ご愛用いただいた後にお店をそうなんですよ、全てお店を、まあどうしてもね、まあ、石橋を叩いてみたいな感じだから、まず自分の生活空間でちょっと鳴らしてみようと思ってね、はいはい、それでまあシエットをこう購入させていただいて、はい、まあ、これはまあ自分たちの働く空間にまあ使うべきだと思って、ありがとうございます、いよいよっていうことで、素晴らしいまあ美容室ってあの、はい、まあ、もちろんね髪の毛きれいにして、まあ、人がきれいになるなりたいっていう場所だから、うん、まあ、もちろん例えばサロンとしての清潔感とか、はい、明るさとか、うん、まあ、例えば空調の快適さ、まあ、全てに快適であって、まあ、清潔感とか信頼とか、まあ、そういう要素が必要じゃないですか、はい、で同じように、まあ、まあ空調もそうですけども、まあ、それこそね、まあ、音の空調っていうやつですよね、はいはい、そうそう、そうだから音も結構重要っていうか、うん、まあ、時代感とかそのスペースの雰囲気を作りますからね。そうですね、まあよく雰囲気っていうね言葉を使いますけども、うんうん、あの雰囲気って何かというと、もうここに漂ってる空気の質のことを言ってるわけですから、うん、まあ音の質がそのまま雰囲気に現れていくと、うん、いうことだと思うんですよね。そうなんですよね、まあ、見ていただいて分かるようにインテリアも、まあ、ある意味こうシンプルで、まあ、質感の、まあ、なんていうのクオリティというか、はい、なんかそういう感じなんですけど、美容室って、まあ、確かにこういろんなインテリアデザインで凝った空気を作る、はい、まあ、店舗ですからね、はいはい、ありますよね、うん、ところが美容室って主役はまあ、人、お客様なんですよね、うん、はい、まあ、決して店が主役になるわけないんで、うん、もうそれこそ、まあ、土日になるともう満杯になるわけじゃないですか、はい、まあ、そんな時にこうあの何か演出するったら無理なわけですよね、うん、まあ、主役はお客様、人であるっていうことなんで、はいはい、そうするとせめてっていうことで考えると、うん、まあ、流れてる音のこう安心感っていうか、ね、はい、ただね、美容室はね音がすごいんですよ。そうですね、おそらくあの通常営業されている店舗の中でも多分ちゃあれですけど、最もノイジーなそうそうそう、ね、もうドライヤーの音とかですね、もう各、まあ、うちはもうお客様とよくスタッフが喋るんで、はい、お話しするから、はい、まあ、そういういろんな声とかね、はい、もう作業の動きもあるし、そうですよね、決してねイージーリスニングな環境じゃないんですよ
そう言ってみると、まあ、スピーカーで音を鳴らすとか音楽を流す環境としてはなかなか過酷な環境ですよね。でもだからこそなんか、うん、まあもちろんいい音っていうのはあるんだけども、はい、なんだろうね、安心感があるっていうか存在感がありすぎてもダメなんですよね、はい、うん、そうですね、そのバランスがすごく大事で、うん、まあ正直あの以前はね、はい、レフトライトの感じで、はい、まあ、まあそれはそれで気に入ったスピーカーを使ったりしてたんですけど、うん、はい、まあ実はこの間もね友人とちょっと話してて、ね、まあ、やっぱりスピーカーの話になったんですよ、うん、でそこはねなんかその人凝りに凝ってる人だから、うん、まあ、4つか6つぐらいなんか天井埋め込み型でやってるらしくて、はいはい、でもどうもねみたいな話があって、うん、このさんとこ1つだよねというかいや1つだよでどうなのつって、いやだから多分その存在感が分かんないぐらい、うん、まあ大体行き届くっていう、はいはい、で自分もレフトライトでこう端に置いてたけど、うん、どうしてもそのエリアだけが音圧があるから、まあ、その方たちはちょっとうるさいとかね。そうですね、うん、やっぱりあの既存のスピーカーもうこれはどのレンジのどのスピーカーでも、近いとうるさい、うん、離れると聞こえないっていうのはもう、うん、宿命的に持ってる。そうですそうですよ、ね、特徴なので、まあ、それから解放されるといきなり違う世界になりますね。そうなんですよ、はい、だから多分うちにいらっしゃるお客様とかも、うん、多分存在感はあんまりこう分かってないっていうか、うん、まあ、どっかで鳴ってるんだろうみたいな感じで、まあ、ただこう形を見ればね、はい、まあ、あれは何なのっていうふうにはなるわけでそうですね、そうそうそう、まあ、やっぱりなんかその物感としても ね、すごく、まあ、インテリアの要素としてすごい大事っていうか、はい、まあ、ただ音はその自然に漂うっていうか、うん、特にねあの美容室で、まあ、サロンによって違うかもしれないですけど、うちも別になんかあのダンスミュージックガンガンかけるっていうタイプでもないんで、ええ、まあ、そうすると、まあ、そういうなんか圧が欲しいわけじゃないから、うん、まあ、流れてて気持ちいいっていう選択肢になりますよね。そうですね、まあ、空間自体が、まあ、居心地が良くてリラックスできる、そうです、うん、そういう環境にさえなってくれてればいいっていう感じですよね、うん、そうなんですよ、まあ、とはいえ、まあ、やっぱりその何ですかインテリアというかね、うん、なんかそういう要素、あとなんか特別感っていうのはすごく大事で、はい、まあ、もちろんね、まあ、各たくさんのメーカーブランドがあったりするわけですから、まあ、そういうこう選択っていうのもあるのかもしれないですけど、まあ、僕らの場合優先順位として、はい、まあ、本当になんかどこで聞いててもね音が安心感があるのがベストなんで、うん、本当に今おっしゃっていただいたようにその世界にはですね、まあ、今その音響メーカーなかなか厳しい環境にあるんですけども、うん、2000ブランドぐらいあるわけですよ、おスピ、まあ、世界中でね、うん、でその中でそのおっしゃったようにこのレフトライト2つのスピーカーでそれに向かい合っていい場所で聞いたらばいい音が聞こえますというフィールドで言うと、うん、M字システムは何番になるかちょっと2000社の中で何位につくかとなかなか自信を持ってここですとは言えないんですが、うん、あの空間作りにおいて、まあ、近くてもうるさくなく離れてもちゃんと聞こえて一つでリラックスできる環境が作れるというフィールドであるならば一番なんですね、うん、と思います。他にそうやって作ってとこないから、うんうん、いい音をこうインパクトのある音を届けようというふうに作ってるスピーカーたくさんあると思うんですけど、うん、あの空間をより良くしようと思って作ってるスピーカーってもともとないので。なるほどね、うん、でもまああれですよね、個人宅でその音楽を楽しみたい、はい、で特に多分いろんなスピーカー音を聞いてきた人たちも、はい、まあ、Ms のねスピーカー選んでるわけだから、そうですね、そこにはっきりとアドバンテージがあるんだと思う、音の質っていうかね、そうですね、うん、それはやっぱりなんか皆さん聞いてて分かるって感じなんじゃないですかね、うん、まあ、もちろん大音響で全面的に、うん、まあ、ディスコミュージックを聴きたいんだったらそれにふさわしいものはいくらでもあると思うんだけどね、はいはい、まあ確かにその音楽っていうものに対しては、まあ、僕なんかもね通勤でこういうのを聞いてるから、うん、
あれだけど、なかなかこうそのまま聞くっていうのがね、ある空間を持たないとできないっていうかね。そうですね、はい、多分なんか家でもね、ヘッドホンしてる人たちがいて、ちょっといろいろ問題があるっていうか。それはね、必要性としては認められるんですけど、うん、そうそうそう、音楽を楽しむという意味で言うと、オンエアしないと音楽にならないかもしれないですね。あ、いいですね、オンエアですね、オンエア。そうそうそう、やっぱりまあヘッドホンイヤホンで聞く音楽ってどうしてもこうソフトのチェックはできるかもしれないけど、うん、音楽を楽しむっていう領域には至らないので、うん、やっぱりそこはオンエアしてもらいたいと。そうですよね、だから、まあ、そう考えるとね、まあ、うちはまあ美容室っていう店舗なんですけど、はい、そういう空間の、まあ、音の演出ってことで言ったら、まあ、本当に店舗こそこのスピーカー使うべきだと僕思うんですよね、うん、多分これ多分最初の頃から言ってると思うんだよね。そうそう、一番最初にいただいたご感想ももういろんなところに貼り付けてこう使わせていただいてますけども、店舗お店の中でね、リスニングポジションに座る人一人もいないので、うん、そうそうそう、まあお客様も働いてるスタッフの方もそれぞれの場所ってなおかつ動いたりもしますからね、うん、もういろいろこう移動したりとか動きますからね、はい、まあ、たまたまうちはまあ一つのねワンフロアっていうことだから、はいはい、あれだけど、でもやっぱりね造作的に柱があったりとか壁があったりとかするんで、うん、まあここはうるさいとかここは気持ち悪いっていうのは、はい、なかなかこうちょっと嫌じゃないですか。そうですね、うん、まあ逆に言うとだから音楽のジャンルなんかもどんどんそういう傾向にはなっていくんですよね、うんうん、まあやっぱりなんか優しい目の音だったりとか、はい、ね、まあやっぱり店舗っていうのは、まあ、デザインもそうだし、なんていうんですかね、こうリラックスできる空間が一番いいわけで、うん、はい、まあ、そうするとこういうふうなセレクトなんか選ぶっていうか、うん、っていうのはもう本当におすすめしてるんで、おすすめしてるっていうと変だけどまあなんか多分ご存知だと思うんですけどね、美容室も結構使ってますもんね。そうですね、おかげさまであれですよ、ヘブンスのこの写真を見て、小松さんと同じのをくださいっていう美容師室を開業される方、ご迷惑かけてないですか、ね、もういい、大丈夫ですか。本当にありがとうございます。うちの業界はなんかうるさい人間も多分多いと思うんでもう何人もいらっしゃったしね、本当にもうだからそれこそまあね、美容業界のその店舗デザインしてるはい、オフィスに、はい、僕は別件で打ち合わせ行った時に、ね、まあ、地下の、ね、広いフロアだったんで、まあ、音が流れてるなと思ったんだけど、はいはい、なんかいい感じだなと思ったエムズのシステムエムズシステムのスピーカーじゃんみたいな、ここでも使ってんだみたいなね、やっぱりなんかそれこれはこだわりだよねっていう話で、うん、まあ、ここでなんかね美容師さんたちとインテリ、ね、はい、店舗のデザインの打ち合わせする時に、はい、まあ、そういう音楽を鳴らしてたらこれ使いたくなるよねって、うちでも使ってるんだっていうと、なんかもうちょうどなんかそういう反応でしたけどね。素晴らしい